どうも、公認会計士の加藤和弘です。今回のテーマは、監査法人からの転職を考えている人にありがちな誤解5選です。私は大手監査法人に8年勤めてから転職して、今はワークという会社で会計コンサルをしています。私自身の転職経験で言うたら1回だけなんですけど、転職に関する話はめちゃくちゃ耳に入ってくるので、まあまあ詳しいです。なぜなら、ワークが会計士などの人材紹介をしているから、フリーランスや副業の会計士をアサインすることが多く、延べ100人以上の会計士の履歴書を見ているから、先輩後輩同期だけでなく、YouTube や X で転職にまつわる相談を受けているからです。そんな数々の転職にまつわるエピソードや相談を踏まえて、監査法人からの転職を考えている人にありがちな誤解を5つ紹介したいと思います。監査法人の中から外のことをあれやこれやと調べるだけだと、どうしても理解が浅くなりがちです。なので、そういう誤解を解消して、ミスマッチ防止や転職への一歩を踏み出すヒントになることを願います。それでは早速行ってみましょう。監査法人からの転職を考えている人にありがちな誤解。1つ目、転職する前にまずやりたいことを見つけなければいけない。監査法人は残業続き、周りを見渡してもみんなずっと仕事をしている。こんな感じでいつまでも同じ仕事をしてていいんだろうか。監査も退屈になってきてるし、そろそろ転職するか。でも転職する前にまず何をやりたいか見つけなきゃって言っても、やりたいことないしな、どうしようって言って12年くらい経ってませんか。はっきり言うと、やりたいことは見つかりません。やりたいことがあるなんて幻想でしかなくて、一生見つからないと思ってください。なんでかっていうと、仕事そのものは目的ではなく手段でしかないからです。コンサルがしたいとか、 M&A やりたいとか、起業したいとかは全部手段ですよね。何かを達成するために仕事をするわけです。例えば私であれば、より多くの人々を感動させたいがためにコンサルをしています。監査よりもコンサルの方がクライアントに喜んでもらえるって思って転職しました。正直コンサルじゃなくてもいい。私は料理するのが好きなので、飲食店を経営してお客さんにご飯食べてもらって喜んでもらうでもよかった。ただお客さんに喜んでもらうレベルの料理を出すには修行が足りません。であれば8年間の監査経験を生かして会計コンサルをした方が喜んでもらいやすい。そう考えてコンサルをしているわけです。なので何をするかはそこまで重要ではありません。いやいや、監査っていう仕事をずっと続けてる人もいるはずです。仕事を通じて何がしたいかを考えましょう。ちなみに仕事に対する目的は人それぞれではありません。仕事の目的は何か、その答えも過去の動画で発表してますので、ぜひご覧になってください。監査法人からの転職を考えてる人にありがちな誤解。2つ目、経理はつまらない。やりたいことは見つからないんですね。わかりました。でもやりたくないことならあります。それは経理です。なぜなら毎四半期の監査対応や月次決算のルーティン業務などつまらなさそうだからです。なので経理以外で転職を考えてますっていう人、まあまあいます。もちろんルーティン業務が好きだから経理に行くって人もいるでしょうし、面白いかつまらないか価値観だから否定しません。ただ経理やったことないのに経理つまらないって決めちゃうのは早計かなと思います。正直監査する側から見えてる経理の業務なんてほんの一部でしかないし、経理を全く理解できていないと思います。かくいう私も経理のベテランかっていうと、そんなことはありません。なので偉そうに経理を語れるような存在じゃないです。ですがコンサルを離れて1年間は事業会社のバックオフィスのマネージャーロールやってましたし、そこで経理業務を薄く携わってきました。さらに今もコンサルより自社の経営企画に近い仕事をしているので、監査してた時よりはバックオフィスの解像度が上がっています。結論、バックオフィス結構面白いです。ルールを作って運用していく難しさと達成感がある仕事かなと思います。例えば請求書をいついつまでに提出せよとか、この費用はこういう風に処理してくれとか、ルールを決める必要があります。組織が小さければ小さいほど、そのルールの影響力や責任は大きく、やりがいを感じました。組織が大きくてもイレギュラーは発生するので、その時の判断は重要になると思います。もちろんルール化したり判断したりする中で、メンバーに丁寧なコミュニケーションを取らなければいけないし、時には理解し合えないこともあるでしょう。大変ではあるけど、ルールを作って仕組み化することの面白さを経験したい人は、経理やバックオフィスを考えてみてください。監査法人からの転職を考えている人にありがちな誤解。3つ目、マネージャーになるまで辞めない方がいい。へえ、確かに経理も面白そうですね。
ても箔をつけるためにマネージャーになるまでは一応監査法人に残ろうかと思いますっていう人もまあまあいます。マネージャーっていう職階は監査法人の中での職階であって、外に出たらそこまで重要な意味を持ちません。マネジメント経験であればインチャージで十分です。まあ強いて言うなら、現在の給与水準は転職時にチェックされることがあるので、マネージャーとして給与水準を上げてから転職するっていうのは一理あるかもしれません。給与水準が低い状態から高い仕事に転職するのは一般的には難しいので、そういう意味では転職の選択肢の幅を広げられます。ですがマネージャーになって残業代がなくなって給与水準が下がるケースもあるので要注意です。監査法人からの転職を考えている人にありがちな誤解4つ目、転職が決まった後に退職を伝えなきゃいけない。じゃあ今から転職活動を始めます、転職先が決まり次第監査法人に退職を伝えますね、それまでは内密に。確かに転職活動自体はこっそり動いた方がいいです。なぜなら結局転職しないという意思決定をした時に気まずいし、周りにも気を使わせるからです。ただ信頼できる上司に相談するのはありだと思います。私の場合は転職を考えてますっていう段階で、私の所属するユニットの人事をやっていたパートナーに相談しました。めちゃくちゃ怒られるかなって覚悟したのを覚えてます。ですが札を開けると逆に相談してくれてありがとうって言われました。確かにいきなり転職先決まったんで辞めますって言うより、転職検討の段階から相談してやっぱ辞めることになりましたって言う方がサプライズなくていいですよね。引き止める側も十分に説得できますし、それでも辞めるっていうなら諦めがつきます。なので転職が決まった後に退職を伝えなきゃいけないっていうと、そんなことはなくて、事前に上司に相談するのはありです。誰しもが一度は転職を考える時代、ぜひ相談してみてください。監査法人からの転職を考えている人にありがちな誤解5つ目、転職すれば全部解決する。じゃあ転職について事前に相談してみます。ちなみに転職すればこの残業続きで上司から詰められる辛い日々ともお別れですよね。残念ながらそんなことはありません。転職すれば全部解決するとは思わない方がいい。なぜなら転職して実際に仕事してみないとわからないからです。それにそういうのは環境のせいではなく、自分の仕事のやり方が悪いっていう説もありえます。であればどこに行っても同じかもしれません。逆に転職しなくても改善できる可能性はあります。例えばチームを変えてみるとか、事業部を変えてみるとか、辛い状況に陥ると選択肢が残るか転職するかの2択にしかないように感じてしまいます。ですが実際の選択肢はグラデーションになっているんです。そういう時こそ上司や信頼できる同期に相談してみてください。以上、監査法人からの転職を考えている人にありがちな誤解5選でした。いかがでしたでしょうか。役に立ったよという方はいいね、チャンネル登録もお願いします。ご意見ご感想ぜひコメント欄へどうぞ。それでは次の動画でお会いしましょう。本日もご視聴いただきありがとうございました。